今日は、パーパーのアイナプ、が来てくれます。相方の星野ディスコさんが基本的には歌の仕事に専念していて、最近はアイナプーがパーパーのお笑い担当って言われてるらしくて、ランジャタイの国崎さんより予測不能、何を繰り出してくるのか。結構仲良くて遊びには行くんですけど、二人で何話せばいいんだろうっていう不安がすごいありますね。ちょっとあの人と話すことない。一番破天荒なことしてるよ。なんかキモくない？え、なんでこんなえぐられないといけないの？妙な緊張感があるな。はい、失礼します。はい、どうぞ。おてんばですね。よろしくお願いします。お願いします。あのボケゼロで来てます。嘘だろ。丸腰宣言2021夏。でもね、うん、あのボケは考えてないけど質問は考えてる。インタビュー、インタビューでお送りすんの今日。森本さんに聞きたい54の質問。半端だな。切りよくせえよ。4削れ。じゃあ1個目、嫌いな先輩は。好きから始めろな。あ、好きはない。好きはない。暗黒質問じゃねえか全部。じゃあ、いや、まあいないね。でもこっちは答えも考えてるちゃんと。は、森本さんが台本あんの。正解は、ツッコミ芸人全員。そんなわけあるか。理由は、キャラが被ってる。僕、ツッコミをキャラとして捉えてないからね。キャラっていうのは、例えばインターナショナルスクール出身とか、そういうことよ。ね。でも、インターナショナルスクールで仕事呼ばれないから。いや、あるって。ない。全然あるから。この前も、あの、矢作さんの YouTube 呼んでもらったしね。小さい仕事。なんてこと言うんだよ。僕はいいけど、矢作さんに失礼だろうが。矢作さんあんま会ったことないから大丈夫。会ったことないからこそダメなの。関係性がないと、そういうこと言うには。で、2問目、この前ザ・マミーの酒井くんと森本さんと私の3人で岩盤浴行った後すぐに、私と酒井くんがこのチャンネルにキャスティングされたのは、あの日がオーディションだったってことですか？違います。違いますし、2問目にして長文すぎるな。物語始まるのかと思った。その仲のいい人から呼ばせてもらってるっていうだけの話ですから。答え聞きます？は？これの答え。いや、僕言ったじゃん答え。答えははい。何なの答えって。なんで僕より僕なの、ね、あとなんで改めて岩盤浴でオーディションすんだよお前らのことを。酒井に至ってはグーグーいびきかいてただけじゃねえかよ。あれが盛り上がったからじゃなくて。盛り上がってねえよそんなに。いびきのデシベルだけだよでかかったのは。アイナプーと同じシャンプーを使ってる芸能人は誰でしょう。知るか。書いてもいいですよ。どうだっていい。書いてもいいですよ。いや、いいよ、書かないよ。誰だろう。え、ミッツマングローブさん。違います。誰。田中みな実さんです。意外だな。あ、本当？女性の憧れ。でも田中みな実さん一緒にね、ドラマ出させてもらってるから。早く。は？早く。しっかりと言うなよ。思わず耳が拒絶したわ、1回目の早くを。そんなこと、そんなことないよ。毎週出させてもらってたから。嘘。絡んでた。そう。妄想の話？違うわ、現実だよ。今日夢に出てきたよ、森本さん。急になんだよ。なあ、大喜利が全然受けなかったんだよねって、エゴサーチしたいけど怖いからアイナップ代わりにやってくれって言って。おいおい、いずれ現実になりそうだな。その夢、夢が現実になってマサ夢っていうことあるけど、逆だよ、夢マサだよそれは。なあ、夢マサ、うん、ピンと来いよ。マサ夢の逆、夢マサだよ。じゃあ6問目じゃねえよ。めんどくさがるな森本。5問目何。アイナプーと同じボディークリームを使ってる芸能人は誰でしょう。質問めんどくせえ。森本さんも知ってる人だよ多分。身近な芸人でしょ。あ、
近い。この感じだと、うん、ポンループのアミちゃん。あー正解、正解だ。正解しちゃった。すげえ。ほらほら、本当だ。すごい。なんで当たったの？なんかキモくない？同じ匂いだなって思ってた。なんかキモくない？それ同じ匂いだなって思ってた。田中みな実さん外してポンループアミ当ててんのキモくないか？で次いきますよ。好きな女性のタイプは？ちゃんと答えも用意してる。いや、あ、愛嬌のある人。違います。違うの？正解はボケてくれる人。違うわ。いいよ別にボケなくて。え、そうなの？そっか、ボケなくても勝手に突っ込むから。そういうことじゃねえよ。何でもボケにしてやるぜっていう意思表明じゃねえ。気持ち悪かった今の。はぁ、何でもあんたが引き出してんだよ僕の肝を今日は。ポンループのアミに始まり今のに終わり。じゃあ次の問題。トンツカタンがキングオブコント決勝に行けない理由は何ですか？いや、それは皆さんより受けてないからですよ。正解！やかましいよ。答えはですね、拍手笑いするところがないから。え、なんでこんなえぐられないといけないの？ねえ。今日持ってきた服着てくれる？はい。はい、じゃあ、はい、はいじゃない、違う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 。杉下右京さん的はいだから。何ですか？着てきてください。やっぱ芸人のキャリア重ねて展開というものを覚えたね。これ着んの？ちゃんとストリップショーみたいな。するか。するか。これメイド服なんだ。かわいい。31よ。撮影会していい？え、撮影会今から始めるんですか？いやいや、もうこういうねえよ、谷間。谷間ある人がやるやつだろそれ。え、なくてもいいんだよ。ただの小休憩だぞ、僕がやったら。雛形あきこポーズでしょ、知ってるよ。スクショタイム。いいじゃん。しらけちゃったね。しらけちゃったねって言うなよ。どこまで行ったっけ。好きな色は？もう最終質問じゃないそれって。もう絞りかすも絞りかすじゃん。青。なるほど。今欲しいものは？笑いかな。子供の頃、ちょっとリアクションしてもらえるかな。さすがに。子供の頃の将来の夢は？子供の頃はサッカー選手かな。なんで諦めたの？ガチでやってなかった、サッカーは。ダメだよ、そんな軽い気持ちで言ったら。え、さっきから何？アンチスレッド。辛辣なんだけど、ずっと意見が。優しい質問もある。お化けって信じる？そんな、あの堂本兄弟みたいなペースでやっていくの？こっから。お化け信じてない。信じてない。え、東京フレンドパーク2これ。何それ。この走って答えるやつみたいになってるけど。知らないツッコミされちゃった。今までも結構あっただろ。知らない例えツッコミされた。何だから売れないんじゃない。なんてこと言うんだよ。次の質問、うん、今何時。何時は分からんな。12時10分ぐらい。正解。正解。正解。すごい。ほら、すごい。キモ。もう別ベクトルのキモだな。ポンループアミとはまた別の別路線のキモ。キモだったな。終わった。逆突っ込んだよ。まだ質問がある。全部やるの？うん。仕事をやってて最高だった瞬間は？めったに取れない拍手笑いが取れた時だ。あんまないでしょ。腹立つな。出てみたい番組は？27時間テレビの深夜、芸人さんがうわって集まって生放送でわちゃわちゃする感じ。大勢の中から出てくるのって苦手でしょ、うん、森本さん。ザ・内弁慶じゃねえか。なあ。どうする、まだいるの？何する。え、こっから中 MC やろうとしてる。ねえ、愛のぷーが今日忘れ物をしてしまいました。え、何でしょう。ハンカチ。ブブー。人生ゲームです。は、これ終わったらってこと？うん、違う違う違う。
本番中に、うん、収録中に、うん、人生ゲーム、うん、ちょっとテイスト変わっちゃうんでチャンネルのでもなんで子供生まれるんだよとか言うでしょそんなツッコミしないわ子だからはいつだって祝福するよ僕は今度でもまた飽きたい人生ゲーム忘れちゃったからルール上はね別にいいんだけど、うん、2回回すんだよ何2回回してんだよこのドラキュラ真面目だなぜ大喜利大喜利噛みつく前に失礼しますっていう不正解不正解正解を用意してますなる帰るか迷うな帰っていいよあとちょっと馴染んできたぞこれが恋愛系は NG なんですね、うん、質問別に NG じゃないよゲップちょっとね結婚でさ、2人ケタケタ笑って赤ん坊か、我ら赤ん坊だから、ゲップでケラケラ笑うなあこれちょっとさ、ズボンだけ脱いでみてよ大丈夫かな思ったよりも可愛くなかったそりゃそうだろうじゃあ帰るか何 GoPro がもう帰れっつってんじゃねえか一番破天荒なことしてるよろうかなよし帰れって帰りますしめろしめろなんでなんだよアフター国崎すんなツッコミ1時間半回してたあー疲れたこれが1本目か思いやられるわトータル1時間半、回したということで帰りたいですもう、はい、予測を大幅に覆してきましたね何なんだこいつはと思ってたんですけどそれをまたさらに1個上回るなんかインパクトだったのでなんか国崎さんみたいな人だなって思いましたけどそれは実は違って国崎さんがアイナプーみたいな人だったっていうその衝撃の事実が発覚しましたね、はい、いや結構突っ込んでもらったんじゃないかなってまあ1分くらいで100はいくかなって思ってたんですけど森本さんのいいところをたくさん引き出せたんじゃないのかなって思いますアイナプーの理想の結婚式の話でもするシンデレラ城であそう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 結婚するしないですシンデレラ城ぐらいしかなく誰がビッグサンダーマウンテンに結婚するの違う違う違う